西谷小雪と申します。今から中学1年生英語形容詞の範囲の学習をします。形容詞、数や量に関するものです。たくさんのという形容詞、英語で many と言います。 many を使うときには数えられる名詞につながるんです。例えば日本語で言う花や本などは数えられますね。では数えられないというのは何だろうというときに、水だったり粉のような手では握れないものに対して数えられないと使います。それでですね、この下の文を見てください。私はたくさんの本を持っているという日本語があったとして、それを英文にすると I have many books。 ここまではみんなつまずくことなく英語が作れると思います。じゃあその次なんです。私はほとんど本を持っていない。この形容詞を習うまでに生徒さんが学習している範囲としては not の用法があります。否定文ですね。で作りたくなってしまうんですが、この形容詞の問題ではほとんど本を持っていないの部分をここです。ほとんどないの英語である few を使うんですね。なので英語にするとこうなります。 I have few books。 これはほとんどない本になるんです。ほとんどない本を私は持っている状態である、つまり私はほとんど本を持っていないという日本語の英文になります。